サーバーワークス AWS アップデート。こんにちは、サーバーワークスです。先週の AWS アップデート情報をピックアップしてお届けします。 NLB がセキュリティグループをサポートしました。今回のアップデートにより ALB だけでなく NLB でもセキュリティグループがサポートされました。なお ALB にはない NLB の特徴は次の4点です。 1. NLB は L4 トランスポート層で機能する。 2. EIP を使って IP アドレスを固定できる。 3. 短期運転が不要。 4. プライベートリンクをサポートしている。クラウドウォッチエージェントがオープンテレメトリーと X-ray をサポートしました。統合クラウドウォッチエージェントとは EC2 インスタンスのより詳細なメトリクスを収集したり、ログをクラウドウォッチログスに出力したりすることを可能にするオープンソースのミドルウェアです。今回はこの統合クラウドウォッチエージェントの設定ファイルでオープンテレメトリーと X-ray に関する設定が可能になったというアップデートです。これまでオープンテレメトリーや X-ray を利用する場合は統合クラウドウォッチエージェントとは別でエージェントを導入する必要がありましたが、このアップデートでその手間を省くことができます。なお IAM インスタンスプロファイルで AWS X-ray デーモンライトアクセスを許可する必要があります。 IAM アイデンティティセンターの統合が Amazon クイックサイトで利用可能になりました。 IAM アイデンティティセンター Q AWS シングルサインオンとは AWS アカウントをはじめとした各種サービスへの認証認可情報を一元管理することができるサービスです。具体的にはエンドユーザーは IAM アイデンティティセンターで発行されたアクセスポータルサイトからシングルサインオンで AWS アカウントを含む各種サービスへスイッチロールを行うことができます。このアップデートでは Amazon クイックサイトが IAM アイデンティティセンターで統合可能となり、クイックサイトユーザーは IAM アイデンティティセンター経由でシングルサインオンが可能になりました。 RDS パフォーマンスインサイツで分析レポートが作成できるようになりました。RDS パフォーマンスインサイツとはデータベースのパフォーマンスを監視したりチューニングしたりすることをサポートしてくれる RDS の機能です。 RDS パフォーマンスインサイツは自動的に必要なメトリクスを収集しダッシュボードで可視化することでデータベースのパフォーマンス評価等に不慣れな開発者をサポートします。デフォルトでは7日間のデータを保持することができ、この7日間のデータ保持であれば無料で利用できます。今回のアップデートではこのパフォーマンスインサイツで指定した期間内の分析レポートを作成することができるようになりました。なお指定可能な期間は5分から6日間で、少なくとも24時間分のデータが存在することが条件となります。サーバーワークスメールマガジンでは毎週アップデート情報をピックアップしてお届けしています。概要欄からぜひご登録ください。今週のアップデート情報は以上です。来週もお楽しみに。